夜っていうのが多分一つテーマになっていて、うん、まあ、なんかラッサビのとこのカタルシス感というかこう開けていく感じを大事にしたいなとは思っていて、でもなんか珍しくというか歌詞、まあ、ちょっと変わるんだけど、でも言ってもずっと時間経過がないか、うん、世界観の中なんだよね。何かこうこうあったからこうあってこうしようと思ってこうやって進むんだみたいなっていうかは、ずっと同じことの短いところをすごくわーって広げて描いてるから、なんだろうな、こうちょっとトツトツとしてる感じというか、ディズニー映画館でバッて聞いた時に、あ、このサウンドすごく美しいなとか、なんかそういういろんな部分でハッとしてもらえるポイントがあるといいなと思うから、なんかもらったものをただ単にこうやって廃墟は終了っていうよりかは、なんかもうちょっと自分の中での一個を足していってほしいなっていう気がするね。ね、熱量感というか、うん、どこまでこう楽器が表現するのか、どこ、うん、歌に委ねるのかみたいな。こう喋るように歌うからきっと、だから平田とかの浮遊感というかふわーっとする感じは大事にしたくて、うん、逆にサビとかはがっつり結構みんな行っちゃっていいかなって気がする。ああ、そうなんですね。そこが最後とかも行き切って生きてよ。じゃあ言っていいんだ。どこまで爆発していいのかなっていう、生ききらない、うん、その美しさも あったと思うから、まあ、でも、言っていいんだ。うん。うん。なんか2番からやっちゃっていいかも。うん。で、大サビがあって最後行くときに、多分もうちょっと力がグッと入るから、うん。ポーンとかっていう、そのりょうちゃんの後ろ球は、結構、うん、僕は結構ちゃんと打った方がいいと。うん。うん。うん。そうだよ。あ、一番最後の最後だよね、うん、A メロの、そう、A フラ、ちょっとさすがにタッチ聞こえすぎたかなっていう。どうすかね、むしろなんかこれでこの圧感でちょっとだけ音が立つといいなと思ってて、ダン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 だとちょっとさすがに締めすぎてて、スネ派だけだと軽い聞きました、ダン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 、そのいくつかの中で広がってくるのがダンダンダンって終わり。ストリングス界でいうと結構ヤバめストリングスですとか、ね、若干難しめ、
を整えてほら、うんうん、とかなんかこう整っていく感じが乱した呼吸を整えてほらなんかできる気がするけど、すごいですね、素晴らしいです。乱した呼吸を整えてほら、もういいんじゃないですか、すごかったですね。乱した呼吸をは呼吸をちょっとやりすぎたかもねって言っていくって聞きたいんだよ。ああ。で、あとまあ A メロ一番の熱量どうしようかっていう前回で書きました。まあ A メロここだな、ここがどんぐらいやるかだな。結構ここから始まってるから遠ざいてもいい気もするんだよな。はい。はい。始めてはい。すごいですね。良かったです。はいはい、これで取り、はい、作ります一回。そしたらもう忘れてしまう。お疲れ様です。よろしくお願いします。